こんにちは、皆さん。ウクライナ人のリエです。エビ大好きです。今日は僕の夏休み12日目を続きたいと思います。もうそろそろ2週間ここに住んでるの。朝顔も咲いてる嬉しい。今日はお坊さんが来るからあまり出ないかな。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。ん、どうしたの。お坊さん見えたよ。あ、来ました。おお、すごい。こんにちは。毎年こんな山奥までわざわざすみません。いやいや、私はこれで飯を食っていますので。それでは。そういう文化わからないんだ。あ、綺麗。全然ウクライナと違う。この亡くなった人の毎年の一日を。綺麗。よいしょ。さて、こんなもんかな。あ、ありがとうございます。はいはい。あれ？新顔だな。僕ちゃん、How old are you? いくつですか？9つ。そうかそうか。なかなか賢そうな坊ちゃんだ。私が同じ年頃だった時のことを思い出しました。どっからさらってきたの？お坊さん帰られたよ。団結支援だって。え、僕くん、お疲れ様でした。もう遊びに行っていいのよ。ありがとう。いや、早かったな。結構日本はウクライナより早い。ウクライナで一日みんななんか集めて一緒に何かやってる。亡くなった人のことを思い出して話したりとかしているけど、結構たくさんたくさんの人が来てる。ねえ、ここのうちのお兄ちゃんっていつ死んじゃったの？3年前よ。へえ。僕くんその時マシンにかかってたからお葬式来られなかったのよ。マシーン？ちょっと違うわ。え？マシンってはしかのことよ。なんか今日のおばさんの声は全然違う。ちょっともっと優しくてゆっくり話してる。おじさん？こっち。こんにちは。どうでしょう。大丈夫？なかなか面白いお坊さんだったろ。あのお坊さん、ああ見えてももう60近いんだよ。ええ、もっと年より見えるけど。おじさんのタコもう少し高く上がるはずなんだけどな。ね、本当？ここから見えるくらいに高く上げてくれたら次を作ってあげるよ。ああ、そういうことか。え、どのぐらい高くなのかな。たこ揚げって難しいかい？とにかくもっともっと高く上げておくれ。そうしたらこの工房の窓からもきっと見えるはずなんだから。そっか。みんな
生活難しいですか？でも、もっともっと頑張らないと。めっちゃいいアドバイスですね。ありがとう、おじさん。じゃあ、これから、ちょっと普通のルートじゃなくて、最初は、木を切りたいと思っています。なんかでかいやつがいる。これ、どこ？こっち。どこにいるのか？あはぁ。ああ、なくしたんだ。なんかでかいトンボがいたみたい。これは？なるほど。今日はちょっとやっぱ穴木切らないと、何日経っても入らないと思うから。あ、これ赤いやつ。赤いトンボちゃん。なんか見たことないかも。それとも。え？どう？あれ？あった？全然覚えてない。お坊さんね。お坊さん？お坊さん？とにかく、めっちゃ気軽な人だった。なんか、冗談したりとか、笑ったり、英語でも話したりしてた。うわぁ、めっちゃ綺麗な蝶々。英語でも話したりしてたから、みんなたくさんいる？そんな、みんな。どうなのか。まあ、日本はわからないけど、ウクライナのお坊さんみたいな人ね。いつもなんか、こういう顔してた。よいしょ！お！え？これ 20% ぐらい切っちゃったよ。あとちょっと。よいしょ！おわ。うわ！また明日だな。そうね、また明日。今日は、ちょっと虫の勝負して、タコの練習もしたいから、早く早く、新しいの作ってほしいから。でもまだ、やり方。まあ、コメントを読んだ、ちょっと分かったけど、どう？練習できなかったから。こんにちは。なんでみんな本とか全然読まないの？ね？だってこれ以上頭が良くなったら親父の仕事を継げねえじゃねえか。え？こんにちは。虫ってすごいんだぜ。試合が終わったらもうすぐにスタミナ満タン。同じこと言ってるか。虫相撲は。あ、そう、同じことをやってるんだ。じゃあ、もう一回勝負してみよう。かゆくんは、今日はどんな気分ですか？あ、今日はやらなかった。閉じる。これどうやって、保管できるのかな？まず俺が相手ね。うん。でもちょっと待って。こっちで行こう。これちょっとやばめにしようかな。じゃあこいつでどう？ほんと？まあまあ。25ミリ目。ちっちゃー。よし、行け！レンジ君。うわぁ。よし、行け！無理か。このハサミは、あ、でも、なんとかいけると思う。あどんな問題？やっぱ、オレンジくんはちょっとやばいよね。そうっすか。ハサミくん。ハサミくん、カユくん。で、これ、結構でかいやつだから。強い。じゃあ、こいつでどう？ああ、私のカユくんだ。でも、負けない。落ち込み。頑張って。
よし、行け行け。あ、なんだなんだこりゃ。頑張れ頑張れ。よし、行け。頑張らなきゃ。お、お、え、なんか、やばいこと。よし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 。よしじゃないよ。頑張れ。やった勝ちね。やっぱかゆくん出さないと。こっち来て。じゃない。どこだっけ。かゆくん、助けてください。君がいないと困るよ。ちょっとやばめに。じゃあこいつでどう。する。ここ、ここでいい。かゆくん、よし、頑張れ。よし、行け。お、お、うえ。ダメが、ダメダメ。頑張れ。お、お、お、お。頑張れ。お、あ、負けちゃったよ。よかった。この26個、じゃ、俺様ね。で、ゼロ。買い負けたから。しょうがねえな。しょうがねえな。じゃあこれでどうだ。はーい。どんといけ。やってみよう。あ、でもこっちみんな。あいや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 。強くなってるのか。あれ。あ？なんてこったい。え？まだ？次僕の番か。よし、頑張れ。頑張れ。ああ、負けちゃうよ。結構でかい。ああ、強くなりたいよ。何この、このかゆくんは。よし、行け。すごい。残酷の戦士。戦士じゃない。頑張れ。おお、負けちゃったよ。じゃあ今日は3時まで行って、あ、行けたらね。じゃあ次俺様ね。じゃあこの練習しよう。交換はまだできてないから。どんといけ。どうすればいいか。お、これ結構でかい。7センチ。しっ、え、負けちまった。あ7センチなのに。次僕の番か。すごい。じゃあもう一回。頑張れ。これ時間経つの。負けちゃうよ。何このやり方か。負けちゃった。わ、これ最強じゃん。じゃあ次は俺の番ね。やってみ。よし、行け。そう、虫の交換のやり方わからなくてさ。あ、負けちゃったよ。勝つしかねえ。じゃあ次俺様ね。俺様やってみ。さまさん、どんといけ。結構5センチしかないけど、めっちゃ強いだし。ちっ、負けちまった。じゃあ35までいけるかな。次僕の番か。頑張れ。お、これ結構弱そうな。なんか色が明るくないと。あー、強くなりたいよ。あー、これ私のタイプの女だった。メスか。じゃあ次は俺の番ね。いやー、私絶対勝つからね。よし、行け。よし、ノコギリクワガタの女。あー、悔しい。やっぱオスはメスより強いんだ。次俺様ね。はい、もう大丈夫、ありがとう。いりません。もし交換するはどうやって。閉じる。この音、これね、これ強そうなのかな。あ、45mm、 ちっちゃい。これビッグ。あ、これ欲しくない。どうやってするのか。あ、これ取って。よし。
なるほど。こういう、例えば、かゆくんね。かゆくんじゃなくて。あー、そういうことか。なるほど。25.5。結構私強そうに見えるけど、どうなのか。21ビッグ、ノコギリクワガタ。お、これ欲しい。あ、ありがとう。それと交換だね。あ、やったー。いらっしゃい。でかわ。これで戦っていい？やってみよう。あ、よし、クワガタさん。どーんといけ！どうでした？でも結構弱そうだったけど。でもキングサイズだからコレクションに欲しい。チェッ！おい！負けちまった。やったぜ。じゃあこれも15まで連れて行こう。次、僕の番か。行けたらね。今日は何の基地なのかな。頑張れ。基地なのかな。あ、ちょっと弱くやってるね。あ、負けちゃうよ。あ、でもめっちゃ強いんだ。負けちゃった。ちょっと私の虫の中の勝負したいんだけど。じゃあ次は俺の番ね。かゆくんか、ハサミくんは。お、ありがとう。やってみよう。よし、行け。かゆくんと同じタイプだ。あ、でもこっちね。頑張れ。え、あ、負けちゃったよ。じゃあこれ最強じゃないですか。あ、15回違うか。じゃあ次俺様ね。いや大丈夫、ありがとう。わ、みんな虫の相撲を楽しんだ。え、本当にゲームじゃなくて本当にこういうことあるのかな、日本では。なんか、どれぐらい早く行ってるとか。虫じゃなくて、なんだっけ、スネオがいるけど、他には、なんか、虫の巣もあるのかな、日本では。綺麗。草切りか。行ってみたいな。でも今日はなんか一日ちょっと早く終わった気がするけど。こっちやな。もう夜みたい。小吉なのにめっちゃ勝ったんだ。すげえすげえ。おじさんがいてほしくない。どこだっけ、山は。ここか。ここ。あとちょっとだけ。いける？山に登ったら、よし。今日のお遊び時間は終了。になると、めっちゃ悲しい。あ、でかいセミがいるんだ。お、やった。あ、めっちゃ綺麗な虫がいる。いなかったね。新しい、やった。青バセセリ。バセリじゃん。じゃあタコにする。タコにしたいんだけど、どうやってやればいいんですか。はい、めっちゃ綺麗な景色になる。なんだっけ、覚えてない。ちょっと、あげたり、そうそうそう、こういうことするんですね。上行ってください。うわあ、なんだっけ、だったっけ。何をすればいいのか覚えてない。あ、こっちか。そう、30m。でも前やっただったのにダメだったのか。めっちゃ綺麗な景色。よし、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。
感じ冷めてる。あ、落ちないように頑張りましょう。50メートルじゃん。お、今回はめっちゃ早いんだ。今日はめちゃくちゃ早い。ちょっと慣れたかな。何を押せばいいってちょっと分かったから。じゃあ全部この109メートルと高さは、まあ、できれば高いところまで行きましょう。一番高いとこまでね。あ、落ちない、落ちないでください。あ、これ130、すごいすごい。200メートル、140メートル。これもう最後なのかな。うわー、めっちゃでかいんだ。140メートルじゃん。で、これももっとできないんだ。140メートルまで行ったけど。おー、すげー。家はどこ？家見えない、まだ。家はどこだ？教えてください。まあ、じゃあおじいちゃんは多分見えたと思うけど。はい。帰ります。これから？おじいちゃんが来てで一緒に綺麗な、え？綺麗な景色見るんじゃない？はい。綺麗。すごい。地図とかに触れないかな。敵。あと時間があったらちょっとクワガタの木を見に行きたいと思いますが、これめちゃくちゃラッキーだったら、ま、出て、お、これこれね。どうでしょう。なんかいるかな。いる？やったー。お、カブトムシ。やっぱり。はい、今回はカオです。カオです。買います。なんか、いるかな？で、甘いもの。何もいない。何もいないけど、これ、にして。明日また来るかもしれない。で、こっちの木なのかな？なんかもう一つのところがあって、あっちもこれカブトムシの木があった気がするけど。うわ、はい、今日の遊び時間は終了。こんばんは。もう晩御飯ができています。まだ明るいけど。お、オクラ。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。なんだろう、ハンバーグなの？全然わからない。ちょっといっぱい緑色があって、サラダと、なんでしょう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、僕くん、これ。はい、写真。は、写真できたんだ。おばちゃん、ありがとう。ありがとう。やった。みんなで一緒に写真見よう。一緒に写真見ましょう。何の写真なの？次、次。あー、タクの写真、すごい。わ、みんなかわいい。じゃあ、これから、ちょっと虫の、なんでしょう。虫やって、え、みんなで話しましょう。いや、最初みんなで話して、萌姉さん、今日の晩ご飯はとんかつ、卵豆腐、あさりの酒蒸しと取れたてのそら豆でした。あ、そら豆だったか。でかいお皿、ハンバーグじゃなくてとんかつだった。今日の晩ご飯はとんかつ、卵豆腐、あさりの酒蒸しと取れたてのそら豆でした。ちーちゃん、タコあげたよ。
剣坊、相変わらず幸せそうだな。今年は山猿軍団やってこなかったもんな。ねえ、どうして？ここにお猿さんたちが来るの？そりゃそうだよ。ここ山奥なんだもん。猿たちは2、3年ぐらいの周期でここらの谷を回って暮らしてるんだよ。へえ。でも畑の被害はいつもイノシシの方が深刻なんだ。へえ。すごい自然豊かんだ。豊か。じいさん、凧あげたよ。聞いて。剣坊はおじさんたちが東京に住んでいた時から飼っていたんだよ。うん。だからもうそろそろおじいちゃんなんだ。お年寄りには親切にしなくちゃね。うん。すいませんでした。剣坊はおじさんたちが東京に。じゃあ明日来ないと、行かないといけないか。姉ちゃん、元気？今日はなんで笛を吹かないの？まあ、こういう日もあるってことなんだな。今日は黙って虫の声や風音に浸っていたい気分なんだな。姉ちゃん、今日はなんで笛を吹かないの？悲しい。ごめん。私、アドバイスなんでもできない。アドバイスというか、牛乳に粉を入れるときは、ほんのちょっと飲んでから入れないと、かき混ぜるときに溢れちゃうわよね。あと、テトラパックになってからはもっと深刻だよ。粉を入れるとき、上をハサミで切らなきゃならないもんな。みんなめっちゃ可愛い。一緒に話してるトピックが食べ物。わあ、マネさん、なんか一緒にいて、なんかなんだろう、ちょっと気持ちいい。気持ちはわかるけど、まあ、多分このままでいいのかなね。ねえ、ワンコちゃん。ごめんね。どうしたの？えい！何したの？何？どうして？ごめん。ごめんなさい。何したの？なるほど。これ、釣りのやつ作るのか。ごめん、ケンちゃん。わあ。でも、おじいさんに作ってくれよっか。明日ね。じゃ、みんな、おやすみ。私もしのことをやるから。萌ちゃんはすごく悲しい。きっと優しい人なのに、かと思い。冬もやめたんだ。いや、それは当たり前なんだけど。やったらもっとなんか、悲しくなっちゃうから。よし！これ。干物。スズムシ。昔の名前、あったっけ？昔の名前は松虫。で、今日はスズムシと呼ばれてる。どっちの名前がお気に入り？あれ？前の、こういう虫があって。じゃなかった？これ。昔の名前はスズムシで。あれ？みんな交換した？名前。しかも、形は、こっちの方が大きいだけ。こっちの方が小さいだけで。誰は誰？え？かゆくん。これ、でか。これ、草切り。これ、
新しいタイプね。めっちゃ綺麗。なんか夜の蝶々。ちょっとあの、火みたいな。オレンジ色ね。たけびの。よし。ごめんなさい。アオバセセリ。アオバセセリ。綺麗な羽に大きなお腹と大きな目。金、なんとかのピカピカがお気に入り。あ、この周りのオレンジ色なの？私もめっちゃ好き。あとこの虫はなんですけど、誰か一つ着物にしたいと思いますが、カブトムシもそうかな。結構この女性だから、女性って、メスだから、戦うのはちょっと下手なのかな？でも最初これ。これ。でか、すごい。あ？綺麗。お雨見える。かわいい。かわいい。でも、本当に やらなければ。ちょっと待って。コレクションに入ってるのか。見てみよう。これじゃない。これ。はい。あ、入ってるんだ。じゃあ別に殺さなくていいけど。まあ、情報も、あるんですよね。じゃあ別に、どうなのかな。みんなと交換して何か新しいものもする。に、交換するね。これ？カブトムシも？そういうことか。なんかやっぱ殺さないといけないと思ったけど、別に殺さなくてもいいから。このままに置いておこう。今日はどうでしょう？天気は？遠くに麓の鷺の里村が見えた。綺麗。星も見える。よし、じゃあこれから日記書いて寝よっか。今日は何の一日だったの？子供さんのお坊さんが来たってこと？今日は何にもない素晴らしい人生。そうですか。へへー。おばさんは来なかった。え？なんか、あ、そう。あ、それはよかった。じゃあ、おやすみなさい。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とLikeボタンをお願いします。バイバーイ。また明日。